上げてください。姉ちゃん、あんた中学生のくせに何やってんのよ。だよ、俺中学生っつったってな、もうな、ちゃんと毛生えてんだぞ。ほら、何わけのわかんないこと言ってんだよ。最近弟の光雄はどんどん悪い道に入り込んでいる。一体何が彼をそうさせるのか、やめさせる手立てはないものか、光子は一人悩むのであった。ちょっと光子、あんたの弟魔女職員室にいたよ。最近ちょっと目立ってんじゃない？そうなのよ、私も困ってんだ。こないだもさ、あ、竹ちゃんマンセブンだ。おい、金出してくれよ。うちの姉ちゃんがよ、払んじゃってよ。ちょっと金がいるんで頼むからね。おい、いいじゃねえかよ。金だよ、金だよ。よ、あ、うわ、やべ、姉ちゃん。みつお、あんた何やってんのよ。うるせえな。俺だってちゃんと毛ぐらい生えてんだよ。ほーら。じゃあミスコも大変だ。あ、もう行こう。行こう。だねえお父さん、聞いてよ。ミスオこのままじゃ不良になっちゃうよ。ねえ聞いてんの？そりゃいいことだな。もう死ん遊びだってしてんだからね。そんなことないわよ。みつおちゃんは小さい時から素直でいい子だったんですよ。ねえお父さん。あいつもそろそろ毛が生えてくる頃だからな。いやですよお父さん。知らない。ちょっとミツオ、あんたいい加減にしなさいよね。うるせえんだよ。友達からも言われてるんだから。関係ねえだろ。だいたい兄貴だからってお前でかい態度すんじゃねえよ、このタコ。タコ。だいたいお前はな。お友達がいらっしゃったわよ。あ、お母様の声だ。はーい、お母様。もしもし、よしみですけど。城東警察署ですけど、光雄さん、お宅のお子さんですか？はい。ついにここまで来てしまった。弟はこのままではダメになってしまう。光子はどうすることもできない自分にもどかしさを感じ、一通の手紙を出した。はい、ということでございますね、はい、一通の手紙を出したということで、はい、その